こんばんは。こんばんは。はい。お待たせしました。はい、お待たせしました。8時から始めると言いつつ、いろいろしてたらこんな時間になってしまい、もう8時半ですね。ありがとうございます。はい、今日は昨日から匂わせていた明日の夜に重大発表がありますって昨日のストーリーで言ったんですけど、そちらの重大発表をこちらのねインスタライブを使ってしようかなと思っております。結構みんながなんだろうなんだろうって DM とかでもくれてました。はい、皆さんたくさんコメントありがとうございます。嬉しいです。コメント見てるからね、たくさんコメントしてください。お、間違えた。なんかツイキャスでもやろうかと思ったんだけど、ちょっとインスタライブだけでいっかと思って。はい、では早速皆さんに重大発表をしていきます。イエイ。早くしろって思ってる方もいますよね。では重大発表します。みくみは10冊目の写真集を発売します。イエーイ。10冊目の写真集をなんと、まあ、来年の頭ぐらいに発売します。そしてこのあと、もうこのインスタライブが終わる頃には特別版の予約も始まってるので、ぜひそちらはまた後で URL などで共有したいなと思うんですけど、写真集はねこの間出したばっかっちゃ出したばっかなんですけど、それが7月とかだったかな、8月かなぐらいに出したんですけど、まあね、こんな早い段階で10冊目が出せるとは思っておりませんでした。しかも今回の写真集はちょっとね特別な感じなんですよ。まあ男性にももちろん見ていただきたいんですけど、今回はヌードがないんですよ。なんとヌードがない写真集初めてかな。台湾とかで撮ったやつとかは確かヌードがないんですけど、日本では初めてのヌードなしです。それでね、今ちょっとこの紙にねいろいろねまとめてきたんですよ、伝えたいことを。今回の写真集のコンセプトがあって、コンセプトがさまざまなアイドルになってるんですね。いろんな時代の、まあ、例えば昭和のアイドルだったり、まあ、現代のアイドルだったり、あとはこう近未来的なアイドルだったり、あとはちょっと K-POP っぽかったりだとか、まあ、いろんな時代のアイドルさんを私がなんかいろんな衣装や
メイクなので演じさせていただいたというか、はい、さっきストーリーにあげた写真結構反応が皆さんからも来てたんですけど、いつの写真とか、それはオリジナル衣装で今回の写真集のために作っていただきました。嬉しい、すごく可愛い衣装を作っていただいて、なんだかね、アイドル時代のこととかを思い出しますよね。自分のサイズに合わせて作ってもらいました。はい、で最後にまあちょっとだけお見せしようかなと思ってるんですけど、表紙を皆さんに最後にお見せしようかなと思っております。なのでもうちょっと見ててね。さっきも言ったように、初回限定版の予約開始が今から2000部限定で、限定カバー、テレフォンカード風フォト、メイキング DVD 付きがこの後予約開始するので、ぜひ皆さんにはそちらを予約してもらえたら嬉しいなと思います。メイキング DVD とかがついてるので絶対にね、通常版よりお得かなと思います。しかも2000部限定なので、お早めにぜひ皆さん予約してください。あとはなんと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 イベントですね。皆さん今さっきもねコメントでイベントしますかって来てたんですけど、今回なんとイベントがいろんな場所に行きます。いろんな場所ってどこだよって感じだと思うんですけど、まあ大体発売記念イベントは大体東京でしかやらなかったんですけど、写真集は今回は東京、大阪、名古屋、博多、札幌、なんと沖縄にも行きます。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。結構コロナになってからっていうものの、その地方にあんまり行けなかったので、結構皆さんにね、いろんな場所に来てほしいって、マロちゃんコメントいただいてたんですけど、マロちゃん、そうなんですけど、なかなか行ける機会がなかったので、今回こうやって、まあこれでもね行けない県はたくさんあるけど、主要都市っていうんですか、東京、大阪、名古屋、博多、札幌、沖縄に行けるので、ぜひね、そのね各場所の近い方にも来ていただけたら嬉しいなと思います。こんな全国回れるのめちゃくちゃ久しぶりで、私自身もすごく楽しみにしております。イベントはだいたい来年1月から2月とかに開催予定なので、また日程など詳細は追ってお知らせいたします。嬉しいです。皆さんからたくさんおめでとうとか、あとなんか大阪近くて嬉しい、福岡来てくれるんですかとか、そうコメント来てますけども、嬉しいです。私も皆さんに会いに行けるのがとても楽しみにしております。楽しみです。はい、でね、まあ、今回の写真集は本当に内容がね濃いというか、まあ、いつもはだいたいさ、まあ、ヌードでナチュラルな感じが多いんですけど、まあ、すごく作り込んだ写真集なので、まあ、イムタン、メイクさんのイムタンと編集の方とたくさん考えて、いろんな私をお見せできてるんじゃないかなと思うので、皆さんに見てほしいなと思います。
このあとね予約が開始するので、ぜひ皆さん予約してください。お願いします。嬉しい、欲しいです、買います。ありがとうございます、嬉しい。そんでさっき言ってた最後にね、表紙をちょっとお見せするって言ったので、今見てる皆さんに特別に表紙をお見せしたいと思います。いきますよ。2個あるんですけど、多分初回限定と通常版2個。じゃーん、あ、これにもなんか反応してる。こうだな、表紙です。これがね、さっき言ってたように80年代90年代アイドルです。イエーイ、すごくないですか。なんかナチュラルな感じの私です。しかもこれレコードサイズなんですよ。サイズが80年代の、まあ、聖子ちゃんカットみたいなのを意識したレコード版と同じサイズです。だからね、なんか飾るだけで結構インパクトがあって、お家にこうやって飾ってくれたら嬉しいなと思います。はい、こんな感じです。そしてもう一つ、どっちが通常版でどっちが初回限定版なのかちょっと、もう一個がねこちらです。じゃーん、これがさっき言ってたオリジナルで作ってもらった衣装の方です。これもさっきと同じ形、これが全身です。はい、これぜひお家に飾ってください。こうやって両方ね並べて置いてもらってもいいと思います。すごくね、表紙も中身もいい写真がありすぎて、どれをね表紙にするかとか、どのカットを使うかとかいろいろ悩んだんですけど、まあ、すごくこだわって決めたので、何回も何回もこう確認して決めたので、皆さんには見ていただけたら嬉しいなと思います。どっちも可愛い、嬉しい。でも私的にはやっぱこっちがねすごくお気に入りというか、いつもと違う私っぽいので、これはすごくお気に入りです。嬉しい、皆さんも喜んでくださってとても嬉しいです。まあこれの発売とともにイベントも各県回れるので、ぜひ皆さん会いに来てほしいなと思います。はい、心がこもった写真集です。はい、じゃあこの後ね、その発売の URL、 予約発売の URL などはまたストーリーとかに載せるので、ぜひそちらからチェックしてください。初回限定版はね、さっきも言ったように限定カバー、そしてテレフォンカード風フォト、メイキング DVD がついてる、まあちょっぴりお得なバージョンになってるので、早めに予約してくれると嬉しいです。はい、皆さんにはこう会える報告と写真集の報告、両方嬉しい報告ができたのでよかったなと思います。皆さん見に来てくれてありがとうございました。さっき言いましたけど、あの東京、大阪、名古屋、博多、札幌、沖縄に行きます。お楽しみにしていてください。じゃあまた詳細出たらお知らせします。バイバーイ。スクショタイム、イベント来てくださいね皆さん。こっちも
バイバーイ。ツイキャスもちょっとやろうかなと思っております。